こんにちは、カメラマンの宮川です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はモノクロ写真についてのお話をしたいと思います。はい、今回はモノクロ写真についてのお話なんですけども、モノクロフィルムしかなかった時代とは違い、カラーも選択肢として選べる現代においては、なぜモノクロで撮るのかという理由が求められます。もちろん趣味で撮影していらっしゃる方であれば全く問題はないのですが、例えば公募展やポートフォリオレビューなどで発表する場合にはやはり問われるテーマです。僕自身今現在スナップは趣味の範疇で行っているので、最近ではカラーもモノクロも半々で撮影しています。で、当初商業カメラマンになるつもりはなかったので、カラーで撮るという選択がむしろ自分の中ではなかったです。持っていた写真集も 90% ぐらいはモノクロのものでしたし、ちょうどモノクロフィルムが高騰し始めた頃だったので、まあ、自分で現像した方が安上がりで済むといった実質的な経済面のこともありました。カラーには時代性が濃厚に現れて、流行り廃りの色調が出やすいという側面があります。今はエモいと言われている青を基調としたトーンも、いつかは時代遅れになってしまう日が、必ず来ると思います。そしてカラー写真の青空というものは、それがどんなに青い青空であれ、それ以上でもそれ以下でもありません。写真家の内田幸雄さんは、ライカとモノクロの日々という著書の中で、モノクロであれば青空はいつも理想の青空を思い浮かべることができると言っています。やはりモノクロというのは実世界から色を抜き去った抽象的な表現なので、人間の想像に訴えかけるものだと思います。いかがだったでしょうか。今日はモノクロの写真についてお話をさせていただきました。SNS のフォロー、YouTube のチャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カメラマンの宮川でした。バイバイ。